ウクライナのゼレンスキー大統領は2022年10月4日夜のビデオ演説にて、我が軍はかなり早く、力強く前進しているとしていて、東部のハルキウ州、ドネツク州、ルハンシク州では今週だけでも数十の集落が奪還され解放されたと述べているよ。南部ヘルソン州においても、これまでロシア軍に占領されていた地域の奪還が進んでいるようだな。怒涛の反撃ってわけだね。そうだね。さて今回は、ウクライナ南部、東部ともにウクライナ軍の進撃が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。東部戦線においては10月1日にウクライナ軍がドネツク州の要衝リマンの奪還に成功しているんだけど、イギリス国防省が5日に公表した分析によると、ハルキウ州のほぼ全域を奪還したウクライナ軍部隊がさらに投進して、ルハンシク州との州境に迫っているとの分析結果を公表しているよ。ウクライナ軍は東隣のルハンシク州内でロシア軍の補給拠点となっているスバトベの奪還に向けて、オスキル川を溶かして進軍していて、ロシア軍の防衛線から最大で 20km 進行しているとされ、このスバトベを抑えることによって東部戦線全体のロシア軍の補給が困難になると見られているんだ。また同日に、ルハンシク州のガイダイ知事は、ルガンシク州の奪還が正式に開始された。いくつかの集落はすでにロシア軍から解放され、ウクライナ軍によってウクライナ国旗が掲揚されているとテレグラムに投稿して、ウクライナ軍が同州の解放作戦を開始しており、すでに6つの集落をロ軍から奪還したことを明らかにしたってわけ。勢いに乗ったウクライナ軍を止めるのは容易じゃないだろうからね。ルハンシク州はウクライナの東端にあり、ロシアと国境を接しているため新ロシア派の住民が多く、ロシアが侵略開始直後から新ロシア派武装勢力の手引きもあって州の大半を占領されていて、7月上旬に西部の主要都市であるセベロドネツクが制圧されてからはほぼ全域がロシアに占領されていたんだ。そしてそのルハンシク州奪還の足がかりとなるリマンが奪還されたことに関して、ドネツク州の主要部を実効支配している新ロシア派武装勢力が立ち上げた。ドネツク人民共和国のプシリン首長はリマン方面での戦況が非常に厳しいと認めた上で、我々は防衛線を強化しており、前線は安定していると述べてウクライナ軍の前進を食い止めていると主張しているとロシア国営メディアが伝えているんだけど、ドネツク州においてもウクライナ軍の進撃は続いていると見られているよ。また、南部ヘルソン州のドニプロ川ドニエプル川西岸でも州都ヘルソンの奪還を目指して、ウクライナ軍の進撃が続いている中、ロシア軍部隊は大きな損失をかぶりながら退却を続けており、負傷者や装備をドニプロ川の対岸東岸に設けられた最寄りの救護施設に、避難させようとする動きが見られることをウクライナ軍が明らかにしたみたい。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍は負傷した軍人150人以上と、破損した軍事装備50台ほどをノバカホフカにある水力発電所近くのベセレ集落に移動させたと述べ、同水力発電所ダム上にある橋から東岸に移動させようとしていると見られているね。現在ヘルソン市に対しては西方と、ノバカホフカ近郊の集落を奪取したウクライナ軍部隊が北方から迫っているんだけど、現時点でヘルソン州の副知事を名乗っている新ロシア派のストレモウソフ氏は4日、SNS に声明を投稿し、ヘルソン市民に平静になるようにと呼びかけているんだ。その内容は、ウクライナ軍が進撃してくるとの情報が出回っているが、すでにロシア領となったヘルソン州に侵入しているウクライナ軍に対しては、我々の砲撃や軍用機が攻撃を加えているとした上で、ヘルソン州の8割はまだロシアの占領下にあるので、パニックになる理由はないと主張し、確かに遠くで爆発音が聞こえるが、のべつ幕なし四六時中というわけではないと強調してはいるものの、これらロシアに協力していた新ロシア派は、ロシア軍の撤退とともにヘルソン市から真っ先に逃げ出すものと見られているね。ヘルソン州でロシア軍が後退していることについては、ロシア国防省が占領地域の半島が縮小していることを認めて公表していて、これはロシア連邦議会の重鎮議員であるアンドレイ・カルタポロフ氏がウクライナに侵攻したロシア軍が苦戦を強いられていることを受け、国営テレビの番組に出演した際に我々は嘘をつくのをやめなければならないと発言し、国防省の報告は常にロシア軍が優勢であるとしているが、国民は真実を知っているとして、我々の国民は馬鹿ではない。このことで軍が国民の信用を失うことにもなりかねないと指摘した上で軍上層部に対して、戦況について真実を語るべきだと訴えたことが影響しているとの見方があるみたい。情報を操作しても限界はあるだろうしね。いつまでも劣勢をごまかせるわけもないよ。さらに、ロシアでは戦争取材で著名な特派員でアレクサンドル・スラドコフ氏が、国営テレビでロシア軍がヘルソン州においてこれまでに占領した17カ所の集落を失ったと報告していて、アメリカなどから提供されている強力な新兵器や、
人工衛星画像などの情報のせいでロシア軍が後手に回っているためだと語ったよ。ロシアでは他にもウクライナにおけるロシア軍の後退について報じ、作戦上の危機に陥っているとの見方を示して、この先はさらにロシア軍にとって厳しく苦しい戦闘が続き、ウクライナ軍によって後退させられる事態が続く可能性があると指摘する特派員やジャーナリストがいるな。それでもスラドコフ氏は、ロシア軍の失敗を指摘する一方で、我々がもろく崩れ落ちたというわけではないとして、戦略上の大失敗というほどの取り返しのつかないミスではなく、我々は失敗を学ぶことで成長している途上にあるとしてロシア軍の力が弱いとの指摘を打ち消すように語り、プーチン大統領が先月出した部分的動員令による増援派遣が待たれていると述べたよ。しかし、プーチン大統領が発した動員令で集めた兵士は、満足な訓練を受けられずに前線に配備されるなどしており、西側諸国の軍事専門家の間ではどれほど増援として送っても戦況を大きく変える戦力とはならず、むしろロシア軍の敗退速度をさらに早めることになる可能性の方が高いと見る向きが多いぜ。これに対してロシア大統領フワイツカに、これまでにロシアが併合を宣言した地域でウクライナ軍に奪還された領土について、必ず取り戻すと表明し、併合した領土は永遠にロシアに属すると主張しているんだけど、併合したと宣言した南部のヘルソン州とザポリージャ州についてはいずれも州内において戦闘が継続しているため、ウクライナとの国境とする境界線を引くことができず、住民と協議した上で決定する方針を発表していて、ドミトリー・ペスコフ報道官は、住民との協議を継続すると説明し、特定の領土に住む人々の意思によってのみ決まると述べてロシア政府として国境線を明確にすることができない醜態を晒しているよ。この状況については、東部においても州内でロシア軍が後退しているドネツク州や、全域を占領していたルハンシク州も前述したようにウクライナ軍が侵攻して領土を奪還していることから、国境線を明示できない可能性が高いと見られているな。また、ペスコフ報道官は記者会見において、ロシアが支配していたウクライナ東部の集落からロシア軍の撤退が相次いでいることを受け、与えられた土地は奪還すると述べ、ロシア政府が併合した4州は永遠にロシアのものであり、返還はありえないと強調したよ。しかし、このペスコフ報道官の発言に対しては批判の声が上がっていて、併合された土地はロシアが力によって不当に奪ったものであるのに盗っ人だけだけしいと指摘されているほか、ウクライナ軍に押されまくって海藻状態で退却しているロシア軍が、再び力で占領できるとは考えられないとする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。